メンタル疾患の病名にこだわると起きる大変なこと。もっくんさん40歳男性 ASD 自閉症スペクトラム障害でのストレス脆弱性からいい疲労性を少しでも改善したいと思います。認知行動療法でストレスを低減する方法やマインドフルネス、特にボディスキャン、ヴィヴァッサーナ瞑想等で少しでも改善できるものでしょうか。改善できる場合ポイントがあればご教示を受けたまわりたいです。私は役に立つと思います。そして改善すると思います。ただ大事なのは病名がどうかではないんですね、むしろご自分がどういうところで困られるかっていうことを考えていただくのがいいと思うんです。例えば ASD って言われますけど、発達障害なんかの時に自分はこれがあるからダメなんだではなくて、こういうところが苦手だなっていうものを意識して、そこをどう乗り越えていくかっていうか、どう工夫していくかっていうことだと思うんですね。例えば対人関係でちょっと相手の方の言葉を理解するのがうまくいかないことがある、その場合には言われた時にちょっと一息入れて咀嚼して反応をするとかですね、焦らないことが大事になりますし、やはりどこが問題かを意識して、そしてそれをどうすればいいかという工夫を考えていただければいいんだと思います。症状っていうのは本当に症状かどうかっていうのは、これなかなか分からなくてですね、実は言うと私の先輩ですごく精神科医で有名な方がいらっしゃったんですけれども、その方は小学校時代一度も机の前に座ったことがないって、動き回ってたっておっしゃるんですね、うん、これ今言えば自閉スペクトラム障害っていうふうに診断をされたりする可能性があるんですけれども、だけどその方はそれが逆にその後役に立って、いろんなことをこう積極的に吸収してですね、いろんな発信をされるようになったって。だからマイナスは必ずしもマイナスではないですし、それが問題になるようだったらそこで考えていただくっていうのが大事だというふうに思います。今の中で言いますと、やっぱり診断にすごいとらわれちゃう人が多いですね、うん、特に発達障害の診断を受けると、発達障害なんですっていうことでもう真っ白になっちゃって、うん、発達障害で何か困ってることがあるんですかって言ったら、ないですって言うと時々いらっしゃるんですよね、うん、テレビとかでその発達障害の、ね、特集みたいなやつで当てはまるから、病院に行ったらグレーゾーンと診断されたと。で、何か困ってることあるんですかって言ったら、別にないです、仕事はずっと同じ会社に10年も勤めてますって言ったら、じゃあ別にそんな心配いらないじゃないのってことで、逆ですよね。だからね、その困ってることがあって診断があった時に、その怠けてるわけでもなく能力が低いわけでもなく病気のせいだったんだって言って安心するための診断名なんですけど、今結構逆にそういう診断が結構簡単についちゃうことによって、過剰な心配してしまう人がねすごく多いと思うので、先ほどのアドバイスにもありましたように、診断というよりは自分が困ってることを一つ一つね改善していくってことの方が大切ですね。そうですね。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。